どうも、バンです。本日、2020年1月10日水曜日ですね。時刻は午後7時です。えー、一体 NHK 党はどうなるのかといったところで、本日動画で解説していきます。本日、立花隆氏の YouTube チャンネルで、爽快ライブ配信というね、 えー、動画配信がありました。一応、爽快ということですね。でね、うん、一応って今言いましたでしょこれね、ほんと謎なんですよ。だってね、現時点では、この、立花隆志 YouTube チャンネルの2024年1月10日水曜日の、爽快ライブ配信という、この、爽快は一体、何の爽快なのかと。 えっとね、本来であれば、民族党の総会だっていう風にしないとなんかおかしいんですけども、さすがにそうも言ってられない。えっとですね、政治家女子48党の総会ってちょっと前まで言ってはったんですよ。ところがですね、民族党が名前を変えたことによってですね、さすがに、 民族党の総会ですっていうふうにも言えないし、政治家女子48党の総会ですとも言えないですし、一体何なのかこれどういうことなんだろうと。いうふうに思いますね。で、あの、テロップとかにはね、NHK 党って書いてあるんですけども、あれ ?NHK から国民を守る党じゃなかったのかなとか。いやいや、立花隆さんのツイッターのね、ツイッター r 現 X の え、その、表題には、政治家女子48党党首って書いてあるじゃないかと。ということは、現、民族党の党首っていうふうに、すべきなんではないのかちょっと待ってよ。ちゃんと書いてあったよね。ちょっと最近なくなってますね。大変失礼いたしました。現在はですね、立花隆史、各個 NHK 党党首というふうなことですね。あれ 当主の座は折り合ったん違ったっけな一体どういうことなんだこれは。うーん、まあいいや。NHK 党の当主なのか。うーん、NHK 党っていうのは一体今現時点どういう位置づけなんだもうもういいや。ちょっともう、議論がちょっとね、進まないんで、先進みます。で、注目すべき点がもう、てんこ盛りでね、ちょっと、まずはですね、ここ。 解説していきます。斉藤健一郎氏。民族党に現在所属されているということになっています。で、斉藤健一郎氏が年明けてですね、民族党に残留なのか、離党なのか、えー、という、もう、直近も直近と、ー、期日、ということなんですけれども、これからね、ロスタイムに入ります。1月の16日の午前中までだったら間に合う党の情報ですね。で、 結論的にはですね、本日の時点で斉藤健一郎氏、残留か離党か決めておられないです。そしてですね、注目すべきはですね、本日午前中に斉藤健一郎氏と大津彩香民族党党首のね、2名かなおそらく2名だと思うんですけれども、Zoom でのね、協議をされたとのことですね。 で、その時にですね、もう、斎藤健一郎氏はあらかじめ、大津彩香さんに、僕が残留するということであれば、こういう条件で残留するということをですね、もうまとめていかれたらしいですね。9つの条件を、斉藤健一郎氏は提示されました。で、ちょっとあの、一個ずつ説明ざっくりは、ちょっと今からしていくんですけれども、えー、大津彩香さん、もう結論的にはですね、3479。 の項目については受け入れられないということで、えー、それを斉藤健一郎氏はどう今後捉えるのかそして大津役氏はこの拒否の件について今後1月16日午前中までにどうされるのかこれがね今週1週間まだね1週間弱ありますんで、えー、非常にね注目すべき動きがね出てくるかなといったところですねもうロスタイムに入ってるんですけどもまだこれだけのね えー、まあ、課題があるというところなんですけどもっと早うやれよと、<laughs> ね、タイに旅行を行ってる場合じゃないだろうというふうには思うんですけども、タイに行ってね、この9つの項目はゆっくり考えてこられたんということなんでしょう。はい。でね、大津彩香さん、9つのうちの条件のうち、1番、それから2番とかはね、その条件は飲むというふうにおっしゃってるんですけども、すべて、大津彩香さんが飲むと、 という条件はですね、すべてね、なんとかどうにでもなる問題ばっかりなんですよ。ね、一番は、まあ、そうは言っても、あの、何とかどうにでもなるというよりかは、まあ、あの、やらなければいけないなっていう、今まで大津彩香さんが示してこられた姿勢、その通りだというふうに思うわけですね。で、ちょっと、とりあえず一個ずつ解説していきます。 え、スタッフの給料。これ、大津彩香さん、払おうとされてます。誤解ないようにお伝えしたいんですけれども、大津彩香さんはですね、そもそもスタッフに給料を支払おうにも、その、元となる情報がないんだからどうしようもないというふうにおっしゃってるわけですね。ただ、その、元となる情報の解釈が、まあ、ど、ちょっとどういうふうに受け止めて、その給料を払うっていう根拠にするべきなのかっていうところでね、議論の分かれるような、 解釈の資料しか多分ないんだと思うんですよ。会社みたいにきっちりとした。なので、そこで、まあ言ったらどうにでもなるかなってね。ちょっとそういうね、ところがあるのかなっていうふうに思いますね。ただ、カッたる、給料を払わなければならない人に対しては、大津彩さん払うっていうふうにね、民族党のホームページでもたびたび言ってはりますし、そこはね、きっちりと、あくまでも書面上、大津彩さんは書面をね、えー、やっぱり、 大事にされる方なんで、書面に残ってないスタッフの給与までは払うつもりはないっていうふうにね、そこまでね、ちゃんと考えた上で、書面に残ってるのは、ちゃんと払わなければならないっていう認識で、一番は飲むということなんだと思います。ただ、必要最低限ということになる。おそらくなろうというふうに思いますね、大津赤さんの考えとしては。どういうことか。もうちょっと徹底解説しますと、 一体、いつまでの給料の分なんとか、そういうことがね、必ず叶んでくるというふうに思うんですよ。NHK 党側、つまり立花一派の方のスタッフのお給料っていうのは今でもね、続いているわけじゃないですか。それ、大津屋加さん、いつまででも腹張るわけないんですよね。だから、ここでね、おそらく揉めるというふうに思いますね。なので、えー、それをね、一個ずつきっちりとね、 ここまで払って、ここまでとかっていうふうにね、やるのは、もうね、NHK 党と民族党がもうきっぱりね、分かれてから、自己処理した方がね、そうの方がいいと思うんですよ。だからね、もうちょっと一番の時点でね、もうね、かなり厳しいっちゃ厳しいのかないやいや、まだまだそのくらいだったらなんとかなる。ちょっと続けていきましょう。はい、そして二番もね、似てるんですよ。えー、ね、債権者に偏りなく返済する。こうね、 斉藤健一郎さんが、しきりにおっしゃってたこの、偏りなくっていうところなんですね。これね、えー、ここはまあ条件ではあるんですけども、この辺もね、ぼやっとしてるんで、どうにもなるんですよ。なので、大津彩さんはこれを飲まれたということですね、おそらくね。なので、ここね、斎藤健一郎さんも言及されてたんですけども、党に関係の深い、要するに、この総会にもおそらく、 出席されているであろう、党に非常に近い、もしくは中にいる人も債権者にいっぱいおられるんですよ。で、その人を優先するのか、はたまた優先しないのかですね、そういうような分け隔てなくっていうことをね、斎藤健一郎さんはしっきりに主張されてました。そりゃそうですよね。だって目の前に債権者の方もね、おそらくおられるんでしょう。 ただ、大塚さんにとってみたら、そんなことは、偏れなくっていうふうに言われてもですね、そこは、いやいや、ちゃんと偏れなくやってますよっていうふうに言っといて、ただ、一遍に返すかって言ったら、そういうわけにもいかないんで、そこはね、多分揉めるとは思うんですけども、一応、姿勢としてはね、そういう姿勢でいるということは、やっぱり、アピールはしないとね、大塚さん。っていうふうに思われていると思いますよ。 さて、そしてですね、3番、拒否されている、この1個目ですね。正当交付金の割り振り決裁券。ちょっと、あの、すいません。1個1個をね、あの、言い回しはちょっと僕が手書きのメ,メモなんで、ちょっと変わってるかもしれません。これ、要するに、金の、言うたら、財布の紐は私が握るよっていうこと。ここは決して譲られないというふうに思いますよ。そして、 断ったとしても、何ら問題ないというふうに思います。斉藤健一郎さんは、言うたら、代表でも役員でもない、ただの議員なわけですから。次行きますね。4番、拒否項目ですね。政党交付金は議員が決済する。これもまあ、あの、3番と似てるんですけれども、要するに斉藤健一郎氏が決済権を持つ、 ということなのかなそれに近い、ちょっと言い回しがね、この辺ね、入り組んでたんで、ちょっと、なんともっていうところあるんですけども、要するに、財布の紐は、大津明かしが持つという、ここは、さすがにやっぱり大津彩かさん譲れないな、というとこ、だところだというふうに思いますね。次、5番。これはもうね、あの、ぼやっとしたことなんで、 飲むというふうに思いますよ、大塚さん。裁判の円滑な進行。これこそぼやっとしている。え斎、ー、藤健一郎さんの主張としては、大津彩香さんは、なんか知らんけど裁判を引き伸ばそう引き伸ばそうとしているというふうな兆候が見られるっていうふうね、そういうような主張されてたんですけども、いや、ちゃんとやってますよって、大津彩香さん。言えば、定量的尺度はね、特にないんで、まあ、はい、飲みますよって言っといて、何をもってしてね、 え、届りがあるのかっていうのも曖昧なんで、まあ、大津坂さん、これ、えー、飲まれるというふうに思いますね。えー、次、6番ですね。えー、これはね、大津坂さん、飲まれてますね。資金情報の共有。えー、決済権とかに関するところではない。要するに、えー、資金の透明性ですね。これについては、ちゃんと情報共有しますよっていうことをね、ちゃんと、え、言われているんですけれども、まあ、これは、 大津坂さん、今現時点では、えー、まだね、2023年の決済がまだ出てないという段階なんで、中間的なところで情報共有があるのかないかっていうのもちょっとなんだかよくわからないですけども、まあ、これはね、おそらく飲まれるでしょうといったところですね。次、7番、拒否項目ですね。約束が保護になった場合、再投資の がですね、離島届に反抗をあらかじめ日付なしで押しておいて、と。これね、なんだかね、こういうことはね、あんまりやったらダメなことだと思うんですけども、これはね、こういうことはやらない方がいいですね。日付なしの離島届に反抗とか、うん、これは、うん、大津博さん、ちょっとやめといてよかったんじゃないかなというふうに思いますね。次、8番。NHK 問題ですね。これは、えー、飲まれてます。これもね、 定量的な尺度がないんですよ。やったやらないっていうね。や,やってますよーっていうふうに言っといて、実はほぼほぼやってないとかね。言ってもやったことにしておくってことも十分できますし、まあ大茶さんこれ飲まれるというふうに思います。次、9番目、拒否項目ですね。斎藤健一郎氏を役員に入れること。これはやっぱ飲まれないですよね。えー、役員会。 民族党の役員会は現時点で立花さん一派は誰一人入っていないということを考えたら、うん。ま、当然これ斎藤健一郎さん、ここはね、今週一週間粘られる一番のポイントなんじゃないかなというふうに思うんですけども、そこを大津彩花さんがどういうふうに今後判断されるかですね。ここは大津彩花さんもしかしたら折れられるかもしれないですね。斎藤健一郎さん一名がえ民族党の中で頑張って、 でもですね、結局は何もできないっていうふうに仕向けることもできるんでね。もしかしたら、ここは大沢さん一週間でお礼らえるかもしれない。というふうにバンティビの読みがありますね。はい。というわけで、それからさっきも総会は結構ね、長引いているみたいで途中まで見たんですけども、まずはちょっとね、えー、一番気になるこの部分ですね。斎藤健一郎氏。残留か、離島か。 ついにロスタイムに入りました今後またね動きがありましたらチクイチお伝えしていければというふうに思います以上ですではでは